今年のさ、流行語大賞のノミネート見た？いや、見てない。本当？発表されたの？大賞とかは、まあ、これからなんだけど、ちょノミネートが30個ぐらい発表されてて、いや、びっくりしたんだけどさ、俺のギャグが何個もノミネートされてんのよ。大見さんのギャグ、え、今見てるけど大見さんのギャグ、いや、結構何個も入ってて、例えば、このヤクルト1000。ヤクルト1000、これ大見さんのギャグな。俺が考えたギャグ。え、もう見たことないけど、え、どういうやつ？ヤクルト1000、これがノミネートされた。そう。いや、見たことなかったけど、まあ、考えたのは結構前だけど、ヤクルト1000発売された時だから、その時にこのギャグ考えて、まあ、なんか今年急に流行ったって感じかな。そうなんだ。じゃあノミネート、もし大賞選ばれたら、大賞選ばれたら、ノミさんが会場行って賞もらう感じの、すごいじゃん。ノミネートされてんだ。他にもいっぱいノミネートされてて、どれどれ。例えば、顔パンツ。顔パンツ、どういう顔パンツってギャグがあるの？まあ、顔パンツは、まあ、実はそれだけのギャグじゃなくて、その続きがあるギャグなの。ああ、そうなんだ。どういうやつ？まあ、やると、顔パンツ、鼻チンチンっていうギャグ。そういうギャグがあって、で、まあまあ顔パンツだけが結構こう有名になってっていう感じかな。あ、そうなんだ。実際は顔パンツの後に続きがあるんだ。あるんだけどね。顔パンツ、鼻チンチン。パンツから出てるチンチンっていうことで、こういうギャグが、お前さんあったんだ。あったんだけど。それがノミネート。ノミネートされてるね。これ大賞を取ったら、取ったら俺が行くことになるね。完全に行くんだ。なんだろうな、そしたら、キツネダンス。キツネダンスも俺のギャグ。あ、そう、どういうの？キツネダンス、キツネダンス、踊りすぎてコンココン。それキツネダンスなの？うん、お店のギャグ。俺が考えた。これ日ハムのなんかダンスじゃないの？日ハムの。日ハム？チアというか、それの。いや、俺が考えたギャグだね。俺の方が先にやってたから。じゃあ、大賞取ったお店さんが会場に行くんだね。そうだね。忙しい。絶対もうほぼほぼお店さん行く感じになりそうだね。大谷ルール、大谷ルール、はいはい。これ違うでしょ。いや、これも俺が考えたギャグなの。どういうの？ピッピッピッ、大谷ルール。どういう状況なのそれ。え、どういう状況で使うギャグなんですか？そう。ピッピッピッ、大谷ルール。大谷。大谷くんが何かやったのかな、ちょっと学生時代の話だから、大谷くんが。大谷っていう人がいて、ルール守れよみたいなこと。なんかそんなんだった気がすんな。じゃあちょっとなんか理不尽なルールだとしても、それをやっちゃえばいいんだ。これ別にルール違反じゃなくないですか？ピッピッピッ、大谷ルール。ちょっと面白いけど。それで今年ノミネートされたんだ。あとは知らんけども、そうだね。知らんけどはすごい、まあ、結構使えるっていうか、これギャグ、まあ、これも、まあ、続きがあるんだけど、知らんけどだけじゃなくて、まあ、例えば、知らんけど、知らんけど、交通ルールを知らんけど、歩行者来たから止まります。っていうそのフォーマットがあるんだよ。あ、そういうエンタ芸人みたいなやつがあったんだ。そうそうそう、それが流行ってノミネートされたってこと。そう、それいろいろあるの？結構何でも使える。何でもいけるの？じゃあ、野球ね。知らんけど、知らんけど、野球のルール知らんけど、ボールが来たから打ち返す。ありそうだね。そうなんだ。じゃあ、この知らんけどが大切だ。知らんけどは結構選ばれる可能性あるんじゃない？お父さんがこれで出てくる感じなんだ。スマホショルダー。スマホショルダーはまあ結構シンプルだけど。あ、そう。スマホショルダー。
それ何なの？え、これもね、まだ、うん、続きがあるんだよ。ああ、そうなんだ、うん、まあ、今はないけど、うんうん、スマホショルダー、うん、ガラケーヘッド。あ、まあ、そうなんだ、うん、続きがあるんだ。 それが結構面白いって評価された。うん、じゃあ大賞取ったらこれも行くんだね。これも行くね。メタバース、メタバース、メタバースね、うん、メタバース。それ何？何？どういうこと？どういうこと？メタバース。それはこれも続きがあるんだよ。あんの？うん。うん。うん。メタバース。スータマベ。スーバタメ。メタバース。スーバタメ。どういうこと？だからまあ何攻撃みたいなこと、ね、ビームが出てる。そうそう、目からそのメタバースっていうビームが出て、うん、でそれを受けた人がスーバターメンっていう受けてるっていう。あ、そうなんだ。そうそうそう、すごい文字確認しながらやってたけど初めてやったわけじゃないね。ずっと昔からやってる。あ、そうなんだ、うん、メタバースが選ばれたら受賞式が行くことになるね。あー、やーパワーはさすがに違うでしょ。やっぱはもう俺の逆。これはさすがに筋肉のさ。いや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 、俺が昔からやってた。あ、そう。うん、やってたよ。どういうやつ？やあパワー。You スピード。You テクニック。流行んないでしょ。さすがにそれは流行んない。いや、俺が流行ったからびっくりしたよね。いや、聞いたことないもん。さすがに。いやー、忙しくなるな。結構立派なんだね。すごいじゃん。悪い円安。悪い円安、うん、悪い円安、いい円高、どっちを取るかはあなた次第。つまんねえ。つまんねえな、それつまんねえ。あれなの？ん？その金ちゃんが昔やってたみたいな、うん、いい子悪い子、いい子悪い子、普通の子みたい たいな。そうだね、やつが今リバイバル、うん、ちょっとインスパイアされてるかもね。あ、そうなんだ。へえ、悪い、そうギャグがあったんだ。そうなのよ。じゃあこれが大賞取ったロビソンが授賞式行かないといけないね。だから結構、うん、何個か選ばれることあるじゃない、うん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 、だから連続で俺が出ることあるよね。あ、いや、たまにそのアカデミー賞とかであるやつが何回も呼ばれるみたいなね、うんうん、流行大賞八冠とか、うんうん、今年はありそうだね。いやー、大西さんだらけになりそうだね。すごいな。